ちは、のりです。だいぶ開けちゃいましたね。おめでとうございます。本年もちょっと見づらい映像と大して面白くないトークにお付き合いいただければなと思います。今日はですね、地面を見ていただくと分かる通り雪の中でキャンプをしようと思ってですね、来てます。今日来たのはですね、広島県の庄原市にあります扇谷オートキャンプ場に来てます。多分今年はね、雪が少ないと思うんですけど、まあ、センチかな、10センチちょっと積もってる感じなんでね、雪中キャンプビギナーの私にとってはちょうどいいぐらいかなと思っています。ですね、ちょっとまた後で話すんですけど、大変大切なものというか必要なものを忘れてしまいまして、今日ちょっとどんなキャンプになるんだろうという感じなんですけどね、まあ、2019年初めてのキャンプ、雪中キャンプということで、ね、まあ元気にね来れたことまず良かったなと思います。またね、その準備をしていきますので、じゃあこの辺で引き続き動画をご覧ください。設営が完了しました。まあね、やっぱこの雪の中でね、自分のこのホワイトパップを立てなかったんで念願が叶いました。まあ、こんな感じで今日は最近出てなかったんですけど、この焚き火台用の台ですね、これをに網を混ぜて焚き火をちょっと大きめにして暖を取っていこうと思います。これね、アルミのスコップ買ったんですけどね、大活躍してくれました。まあね、ちょっと思ったほど雪がなかったんです。そんなに大変じゃなかったですけどね、よかったです。やっぱ準備しとくもんですね。帰りもね、きっと車を出すときに必要になると思うんでね、しっかり雪に漏れないようにしたいとね。今ね、幕内に入ったというか少しかけてますけどね。いやー、今年ね、全然関係ない話なんですけど、おみくじを引いたんですね。まあ、毎年引いてるんですけど、初詣の時に引いてるんですけど、まあ、大吉だったんですね。まあ、いいことあるんだろうなと思ってたんですけどね。いやね、その大吉、結構辛口のことは書いてあったんですよね。で、なんか大吉なのになーとか思ってたらね、まあいろいろとね、家のこととかもあったり。で、まあね、一番はね、今日ですよ。今日ね、そのおみくじの、その辛口の意味が、なんかようやく分かったというか。いやー、まあ最初にね、ちょっと、まあカメラに向かってちょっと話してた時にね、ちょっと言ってたと思うんですけど、実はですね、ちょっと忘れ物をしまして、でまあ冬のキャンプでですね、結構致命的なものを忘れてるんですよね。結構普通なように喋ってますけど結構ヒヤヒヤしてます。まあ皆さんね、キャンプで忘れるもので、忘れたくないものって、まあ一番はテントだと思うんですよね。多分ね、その次に来るだろうというものを僕は忘れました。はい、わかるでしょうか。はい、冬用の寝袋です。そうですか。致命的ですよ。あのね、僕高速に乗ってる時に気づいて、あれとか、でもカバンの中に何か入れた記憶がないなと思ったんですよね。いつも入れてるもんだから大丈夫だろうと思ってたんですけどね。いやー、完全に忘れてましたね。
でね、今日持ってきたのはですね、夏用のシラフ、安売りで900円ぐらいのやつだったりするんですね、やつですね。それとシラフカバー、それはゴアテックスのイスカのやつなんですけどそれあんま関係ないと思うんですけどね。それとあとブランケットとマットはね持ってきてたんですよ、2枚ぐらい。まあそれだけなんですよ。まあ、ね、まあもちろんのこと、夏用のシェラフはねもちろん意味がないんですよね、ほぼね。で、困ったなと思ってですね、ちょうどここに来る道の駅でですね、まあ、確認してやっぱシェラフがなかったんで、ホームセンターとかでね、とりあえず春秋用でもいいからあった方がいいなと思ったんで探そうと思ったんですけどね、近くてもね車で50分かかるっていう風に出てたんで、もうこれはダメだと思って、それでね、もうキャンプ場に電話して、そういうなんか寝具借りれるものありますかって言ったんですけど、結局ブランケットっていうか毛布しか借りれなかったんですよ。だからそれをとりあえず2枚借りてですね、今日は夜を過ごしていこうと思ってます。で、まあ冬、まあ、僕は結構着るもの結構ごついので、まあ多めにしてるんでね、まあ、最悪寝ずに行ってもいいかなとか思ってるんですよね。ただ薪の量がちょっと少ないから心配だなと思ったんですけどね。まあね、ちょっと保険でね、今日はね雪中キャンプ初めてだったんで、ちょっと持ってきたものもあるんでちょっと紹介したいと思います。僕のキャンプはまあ暖房器具ほとんど持っていかないので、あんまりというか初めて動画というか紹介すると思うんですけどね、一応ね持ってたんですよね。じゃん、これです。ユニフレームの何だっけ、これワームっていうんですかね、ワームだったかな、結構かわいい緑のこのやつですね、カセットコンロで暖を取れるやつ、これをねちょっと持ってたんで、一回ね外でどんな感じかなって使っ、なんかしつけた、一回カチッてつけただけで結局使ってないんでね、まあ今日は使おうかなっていうか、使うことにきっとなると思うので、まあせっかく持ってきたし使おうかなと思ってます。で、まあそんな感じでですね、大変な雪中キャンプ2019年の幕開け19年の巻き焼きじゃね、幕開けになりましたけど、まあね死なないように楽しんでいくと思います。じゃあちょっとね、今日はまあ巻き雪なんで集めること無理だろうなと思ったんですよ。なので、まあ、巻き2束ねストックを持ってきたのと、あとここで巻き割りとかしたかったんで、どうしても途中というか山でねちょっと拾ってきて、切ってあるやつを拾ってきてですね、ちょっとそれをノコギリで切って斧で割ったりして、まあ、体をね動かして温めて暖を取ろうかとまずは思います。で、まあ、今日の夜はですね、ちょっとまあ少し凝った料理もしながらお酒も飲んでいけたらなと思うんで、また見てやってください。これ買いました。ちょっとでかいけどね、でか、you
さっきですね、露天風呂に入ってきました。いや気持ちよかったですね。ですね、またですね、手作りアイテムをちょっと持ってきてます。これです。何なんだって感じですけど、中を見ればわかると思います。ちゃんと卵入りですね。まあ、なんていうんですかね、大したもんじゃないんですけど、こういうなんか吸収なんかなっていうかな、よく梱包された時に使うなんかこうなんていうんですかね、クッション材みたいなのありますよね。ちょっと厚めの貼ってる向こう側の方がですね、ちょっとくぼみが作ってあるんで、まあ、この辺に2つ置いたらですね、ちょうどこうピタッとこうまあ入るようにしてます。でこの木はですね、100円ショップの木の箱ですね、それを正面の印字とかなんか印刷してたやつをちょっとまあヤスリで取って、でその後ちょっと角とかも取ってですね、アマニ油をちょっと塗ってます。それだけです。ちょっとね、ゆで卵を2つなんか持っていくとかにはなんかのケースありますよね。生卵を2つ持っていけるやつってなかなかこうなかったと思うんですよね。でまあ木の箱と、まあ、クッション材があったんで、なんか作れないかなと思ってちょっとやってみました。まあちょうど入ったんでちょっとまあ使っていこうかなと思います。まあちょっとかさばるんでね、あんまり卵自体あんま持ってこないんですけど、まあ作ったんでせっかくだから使ってみようと思って持ってきました。まあ、今日はねちょっと卵ちょっとだけですけど使う料理がありますのでちょっとやってみます。今ですね、時刻が5時36分ですね。気温はよく分かりませんが、多分一桁の、今日はでもそんな寒くないから一桁8度とか9度とかそんなもんじゃないですかね。そこまで寒いって感じではないです。風があんまないので今のとこは生きてますって感じで、で今日はじゃあちょっと作っていこうと思うんですけど、料理の方ですね。今日はですね、ちょっと韓国料理をちょっと作ろうかなと思ってます。実はですね、ちょっとなんか何を作ろうかなと思った時にパッとこうひらめいたのがチーズダッカルビ、ちょっとねそれがなんか食べたいなと思ったんで、それをですね今日は作っていこうと思ってます。でそれとあとちょっとスープっていうか飲むやつが欲しいなと思ったんで、あったかいスンドゥブっていうなんかもうなんか豆腐を入れればできるっていうのがあったんで、まあ、それをちょっと作っていこうかなと思ってます。あとまあお酒はビールとマッコリをちょっと買ったんでね、どっちもねちょっと冷やして飲むやつだから温めて飲めるやつがあったらよかったんですけどね。まあ今日はそれでいこうと思います。